うも、アイリーチャンネルです。今日はね、わざわざ今ね、遠隔で食事管理をしている方がいらっしゃるんですけど、その方が、一回ね、ずっとオンラインでやってたんだけど、オフラインで一発こう、トレーニングの仕方、本当にトレーニングとしてはすごく素人、僕の一番最初と一緒なんだけど、みんな最初素人じゃん。その方が、今からちょっとね、つけるんですけど、ちょっと巨漢の方なんですけど、かなり巨漢の人が実際、ガチめに言うと来年のベストボディジャパンの、札幌大会に向けて、本当に体作りを全力でやっていく方をね、今からこう、トレーニングの指導というか、トレーニング指導というか、やり方をね、今日一日覚えてもらって、明日一緒に合トレするみたいな感じで、今日はトレーニング方法の指導をする Vlog でございます。そんな方にね、は実は今日、接骨院側の、ね、昔ね、僕、鍼灸接骨院、今もやってるんですけど、現場バンバン出てる時に、知り合った先生を一緒になってつけております。はい、どうも打ち合わせなし打ち合わせなし。今日ね、打ち合わせゼロでやってますから、はい、僕ら。はい。そんな、トレーニングを今からつけてきますので、まあ、一部始終をご覧ください。はい、終わりました。今終わって、流れはね、全く取れませんでした。はい。まあ、ちょっと会員さんもいたんで、なかなか撮影ができなかったんですけど、今ね、全身のトレーニング、だいたい3時間くらいかな、2時間くらいか。2時間くらいで全部教え込んだんで、こっからね、来年の札幌大会に向けて、僕も札幌大会出るんですけど、ちょっとジャンル違うんですけどね、出るんで、そこに合わせて、体作りをしていきたいと思います。今日どんな感じでした？いやー、普段使ってない筋肉がめちゃめちゃプルプルしちゃったけど変わる姿に自分のね、楽しみですね。いや、これもうめちゃくちゃ思うんだけど、はい、やっぱ自己肯定感があるから、はい、めちゃくちゃ楽しいと思うので、ちょっとほんとね、ちょいちょい出てくると思います、これからの YouTube にも。よろしくお願いします、はい、出てくると思う、はい、僕もね、札幌今度からちょっと行きますね、暇なんで、トレーニングしてみたいな感じで、明日はね、ゴートレするんで、明日ちょっとゴートレのもう動画撮れたらなと思います。3今107キロなんで、目指せ80キロくらいまで落として、大会までの体重は75キロ着地でいくんで、そうなってくると今から何キロ ?30 キロくらいか、39ヶ月で30キロ落とすんでね、はい、多分全然いけると思うんで、はい、やっていきます。そういうのもちょっと交互受けたい、してください。明日はゴートレ、三脚持ってセットしながら、一部始終ちゃんと取れるようにしていきたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。2022年までに、チャンネル登録者数1000人を目標にしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価、グッドボタンですね。あとコメントもよろしくお願いします。また明日お会いしましょう。またね。